彼らにとって今季はここまで素晴らしいものとなっています。上位リーグへの昇格も見据えて突き進んでくると思います。サイドチェンジしました。ゴールに飛び込んだ。本田圭佑、気は抜けない展開です。ボールをダッシュ、寄せが早い。イグアイン、ここでスローイン。カンナバロ、ヤンセン、いいビルドアップでしたが相手に渡ってしまいました。岡崎慎司、パンチングで弾きました。笛が吹かれました。オフサイドです。キムナミリ、ボールを奪い返しました。岡崎慎司、キーパー反応した。ボールを弾く。コーナーに向かいます。フィンク、ヘディングで決めた。うまくチャンスを作りましたね。スーパーゴールです。中でしっかりヘディングを合わせましたね。ヤンセン、これはいいところにいました。ナイスインターセプト。ボールを持ちました。何をするんでしょうか。ボールを中盤で奪いました。ヤンセン、ここは2人で回します。チャンスを伺っています。ディフェンスを置き去りにした。面白いですね。タッチラインを割りました。スローインです。岡崎慎司、攻撃に移りたい。審判はフリーキックを指示します。前方に運びました。ギブン、これはどうなりますか。レオコーカー、このプレーはホイッスルが鳴ります。カードがありますか。審判の手にはカード、警告、イエローカードです。止める、止めます。
コーナーキックです。レオ効果、危ない場面でしたね堀池さん。はい、今のは危険でしたよ。これは厳しい寄せでした。カードはどうでしょうか。止めた、ボールが転がる。副審がコーナーフラッグを指します。キーパーがよく止めましたね。いいフリーキックでした。フリーキックは良かったんですが、ゴールキーパーが1枚上手でしたね。岡崎慎司、コーナーキックはやり直しです。しまいました。ボールをコントロールするまでの余裕がありませんでしたね。なかなか入らないですよこういうのは。でもチャレンジは良かったですよ。中盤でボールをカットしました。組み立ては良かったんですが相手ボールになります。横へ展開をします。カー D、 狙ってイオンピョー、オフサイドの判定でプレーが止まります。クロスを出した。ひとまず前に出しました。これはフリーキックとなります。キーパーの手の中へ。アルハブシ、スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎え、後半戦が始まります。イグアイン、岡崎慎司、ボールをカット。ポジション取りがうまかったですね。
ヤンセン、つまらないミスでボールを失いました。ここは簡単にボールを渡してしまった。味方のサポートも来る。スローインからゲームは再開です。もう一度スローインです。イグアイン、カットしました。ここはどうするでしょうか。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。カンナバロ、素晴らしい足さばきです。ヤンセン、キーパーに近すぎたようです。ここでフリーキック。このシュートを弾いた。ボールを失った。レオ効果、キーパー反応した。ボールを弾く。これはスローインになります。アルハブシ、ディフェンスが対応します。キムナミル、ギブン、攻撃に移りたい。これはもったいない。ボールを失いました。ヤンセン、カンナバロ、いい組み立てだったんですがボールを奪われましたね。ギブン、フィンク、ボールはどちらにこぼれるか。岡崎慎司、ここをどう出ますか。入るか、打ってきましたが大きく外れてしまっています。ギブン、このボールは外に出てスローインでの再開となります。レオコーカー、カンナバロ、ディフェンスの連携が悪いですね。フィンク、ここでためを作ります。戻します。イオンピョ、ギブン、ディ、安定したボールさばきです。観客のボルテージは最高潮に達しました。ホームチームにとって大切なプレーとなりそうです。そうですね、西岡さん。このチャンスをものにすれば流れが大きく変わります。
さあチャンスを生かせるか。ヤンセン、スローインでのリスタートとなります。この試合はまだまだ分かりません。ギブン、クロスが上がった。ホンナー、鈍い音が鳴った。ファールの判定、これはカードもありえますがどうでしょう。岡崎慎司、さあスローインでの再開です。レオコーカー、ボールが中盤でカットされました。本田圭佑、カンナバロン、レオコーカー、中盤でボールをカットしました。キムナミ、ボールはどうだ。さあ攻撃を作ります。攻撃の中心です。ここでシュート、ヤンセン。レフリーのホイッスルが鳴ってここでタイムアップ、試合が終了しました。降格圏からの脱出は気分がいいものです。今日の3ポイントはとても劇的でした。